と言って、東京都内を中心に、全国で複数の企業がサービスを行っている。リアルマリオカートが体験できる、周囲からの注目が気持ちいい、写真映えする、といった理由で、大学生や外国人観光客に人気のサービスだ。今回は、それのドライブスルー版です。では、どうぞ。1930年代にアメリカで誕生したドライブスルー。駐車場を探す手間などが省けるといった理由のほか、夜間や人気のない場所でも、比較的安全に買い物ができることから、特にアメリカで受け入れられ、発達していきました。日本初は1965年、東京日本橋の山本乗り店とされている。さて、今回ご紹介する映像は、日本のマクドナルドで撮影されたもので、ドライブスルーに、ドラゴンボールのピッコロがカートで現れ、店員さんも、普通に接客をするという、シュールな光景が映されています。これが、日本ならではの光景として、外国人に大受け。コメント欄には、様々な反応が寄せられていましたので、一部をご紹介します。海外の反応。あんなめちゃくちゃなことが、まるで当たり前のことのように、普通に受け入れられちゃってるのが最高だよね。イタリア。ピッコロのコスプレでマックに行く人は言うまでもなく、それを普通に受け入れてる店員さんもまたすごい。アメリカ。あれが成立するのは日本だけだぞ。良い子のみんなは真似しないように。シンガポール。何事もないかのように、普通に接客を始めないでください。ドイツ。ピッコロがマクドナルドに。日本じゃなかったら、ちょっとした問題になってるよ。スペイン。笑い転げた、これこそ日本でしかありえないわ。アメリカ。おう、ピッコロはセンズでも食っとけや。アメリカ。いつも、通りの穏やかな日常感が大好きです。アメリカ。日本は、とんでもなくハッピーな国だね。国籍不明。ありえないことが、普通に起きてしまう国、それが日本、メキシコ。何であんな堂々と、変人でいられるんだよ、アメリカ。明らかに変なのに、振る舞いは紳士的なのがウケる、フィリピン。当たり前のように進行してるのが、たまらなくいいよな。アメリカ。あれが、普通だと思ってる人間は、少なくとも、ここには、一人もいない、国籍不明。日本ってことならみんな納得できるんでしょ、フィリピン。意外と良い人っていうのがピッコロのキャラだけど、そんなイメージ通りの礼儀正しさだ、スペイン。店員さんの対応を見るに、日本だとこういうのでさえ、特におかしな光景ってわけじゃなさそう、スペイン。はははは、日本でしかありえない。もしこっちであんなことやったら、警察に撃たれるかも、パナマ。皆さん、これが日本ですよ。もう笑うしかないよな、アメリカ。ピッコロは、悟空と一緒に教習所に行って、一応、車の免許は取ってるからね。マレーシア。ああ、やっぱ日本いいな。何回見ても笑っちゃう。アメリカ。ピッコロは、このために運転免許を取ろうとしたのかもね、フランス。アメリカだったら、多分商品を売ってもらえないと思う。アメリカ。ナメック星人は、水しか飲まないってのは嘘だったのか。ポーランド。日本人は、人の目を気にしないで好きなことをやるね。俺なら、体型的にヤジロベイのコスプレかな。フランス。何で、わざわざ、ドラゴンボールのキャラになって買いに行くんだ。いいね、日本は素晴らしい場所だ。国籍不明。こんな自由を求めて、俺は日本に行くのさ。アメリカ。あれで、登場人物がみなシラフなんだからすごいよな。アメリカ。ヒーハー。あんなことが許される、なんて最高にクールじゃん。ルーマニア。日本だとああいうカートで公道を走るのは違法じゃないの？もし問題ないなら、俺も日本に走りに行きたい。アメリカ。残念ながら、ドラゴンボールの Z 戦士たちは見れなかったけど、マリオのキャラたちは、秋葉原で走ってたよ、アメリカ。店員の女の人はいつものことのように接客してるな。オーストラリア。
日本では宇宙人だろうが誰だろうが、お客さんはお客さんとして迎えられるんだろう。グアテマラ。前に、ああいうカートでドライブスルーに挑戦したけどダメだったわ。なんであの人は大丈夫なの？フランス。単純に日本だから。あの国を私たちと同じ基準で考えちゃダメ。フランス。残念ながら、日本以外の国では通用しません。イラク。どうしてあんなクレイジーなことが許されるのかって？それだけに、本がクールな国だからさ。アメリカ。任天堂は、2017年2月24日、マリオやルイージなどの人気キャラクターの衣装を貸し出し、行動カートレンタル事業などを行う株式会社マリカー東京都品川区に対して、著作権侵害などに当たるとして損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。それくらい、最近では交通事故等トラブルも多く、マナーの面でも多くの問題が出てきました。楽しいのはいいことですが、度が過ぎると困った問題も出てくるようです。